おじやふるさとの丘ユースホステルは、日本ユースホステル協会に加盟している、新潟県のユースホステル。客室数4室で、食事は、魚沼産腰光や地場野菜、山菜を中心とする。運営者は、大阪出身で、大学卒業後に就職した会社を2年で退職、日本一周の自転車旅行中に投資した、ユースホステルがきっかけで田舎暮らしに憧れるようになる。 その後長野県で再就職するが馴染めず、退職、2000年に、オジアで、築100年の民家を買い取り、自力で改造、2002年4月にユースホステルとして開業した。しかし2004年10月の新潟県中越地震で、建物が半壊、運営者も体育館での避難生活であったが、常連客の支援を受けながら修復され、2005年12月17日に営業を再開した。 再開後、ユースホステル近くの闘牛場のそばにある巨岩の名称を闘牛振興協議会が募集、運営者が応募した見守り岩の名称が復興の象徴として選ばれた。2014夏こんな宿どうや、ニオジやふるさとの丘ユースホステル談話室での談丸魅力、新潟日報2014年8月15日付長官15名。いらっしゃい、新潟県コツコツと、 ユアハート開業、東京新聞2008年11月14日付長官10面。いらっしゃい、新潟県球場を救った、ユアハートファン、東京新聞2008年11月21日付長官9面。新潟中越地震被災した、おじやのユるせホステル、1年2ヶ月ぶり再開、毎日新聞2005年12月18日付23面。 地震被災のユースホステル自力で修復、再開祝うおじや、新潟日報2005年12月19日付け長官25面。被災した、おじやのユースホステル夫婦が自力で修復、再会場連客と再会、読売新聞2005年12月20日付け、東京本社長官35面。中越地震で、被災の宿、励まされ再会おじやのユースホステル。 朝日新聞2006年1月26日付、東京本社長官31面。渡辺徹、明日は、いい日新潟中越地震おじやふるさとの、岡ユースホステル、毎日新聞2006年2月11日付23面。おじや、牛の角月線集落熱線、紅葉を震わせて、新潟日報2007年11月5日付長官24面。 中越地震で日々、大岩の愛称、見守り岩に、読売新聞2007年11月5日付、東京本社長官31面。新潟中越地震復興の石踏み、東牛場そばの大岩名称、見守り岩に、おじや、毎日新聞2007年11月6日付21面。塚田智博 魚沼春夏秋冬人気候うずき気持ち新たにさん、仲間の応援家庭に再出発新潟日報2008年4月24日付け長官16面ありがとうございます